はい、どうも皆さんこんにちは、ヨネアンです。今日はですね、2月7日に発表されたハースの2019年型 F1 マシン VF19 について語っていきたいと思います。今年からエナジードリンクのリッチエナジーがタイトルスポンサーについて、カラーリングがブラック&ゴールドに一新されました。そのカラーリングを披露するという意味でマシンの画像が発表されたんですが、その画像から2019年型マシンのディテールを見ることができるので、それについて解説していきたいと思います。まずフロントウィングなんですが、これが最も2019年型マシンとして目立つところですね。今までに比べて横幅がワイドになり、フラップの枚数やカスケードウィングと呼ばれる小さな空力負荷物が禁止されています。翼端板自体もシンプルになってますね。今まではこのカスケードウィングの上にタイヤ表面の温度を測る温度センサーがついてたんですが、これを装着する場所がなくなってしまったということで、ハースの場合は翼端板の内側にこれを持ってきてますね。メインプレーンにはスリットを入れることによって実質的に2枚のウィングのような形になってます。そしてフラップは規定通り3枚ですね。フロントサスペンションに目を移すと、サスペンションのアーム自体はかなりシンプルな形をしているのかなと思いますが、サスペンションのレイアウトとしても結構コンベンショナルで、アームをそれほど過激に上に持ち上げるというようなことはしてませんね。去年のメルセデスやトロロッソのようにタイヤのアップライト側の付け根を上に持ち上げるようなこともしてませんし、正面から見た時にアームがハの字型に広がっている、モノコック側の付け根が上に上がっているっていうこともありませんね。特にプッシュロッドの付け根側もモノコックのギリギリ上までっていうことではなくて、ある程度モノコックに綺麗に収まっているので、それほど高い位置には持ってきてないですね。アームの下を大きく開けてそこに気流を流すことを優先するよりも、サスペンション自体が上に上がる、つまり重心が高くなることは避ける、サスペンションジオメトリー的にもそれほど無理なことはしないっていう形になってますね。もう一つ気になるのは、真上から見た画像だとアームが綺麗な V 字型になってますよね。チームによってはフロントサスペンションの前側のアームがほぼ真横に出てるような形で、相対的に言うとフロントタイヤが前に行ってるっていうレイアウトのチームも結構あったりするんですが、そこまでやってないっていうことは、全体としてホイールベースがそれほど長くないのかなっていう印象もありますね。あと2019年レギュレーションの一つとして、アップライトの内側についてたいろんな空力負荷物は禁止されたので、ブレーキダクト周辺はかなりシンプルな形になってますね。ノーズとか、それからノーズの脇についているオンボードカメラのハウジングっていう形でダミーカメラになってますけど、この辺の空力処理は基本的に去年と変わっていないかなという感じですね。ただしノーズの付け根部分、モノコック側にはエアアウトレットがついてますから、ノーズの下から空気を取り込んで上に出すっていう、いわゆる S ダクトっていうものですけども、これが搭載されていることは分かりますね。これは上を開けたり閉めたりすることで S ダクトを使う使わないっていうのはコース特性によって変えることができますね。で、印象的なのはサイドポッドなんですが、かなり去年のフェラーリに似てますね。去年からハースもかなりフェラーリ型になってたんですが、特に真正面から見た映像、これを見ると非常にフェラーリに似てるなと思うんですが、実質的な横幅がすごく狭いですね。一応規定の幅ギリギリまで広がってますけど、これはサイドポッドの外側についているポッドフィンっていうものによってそのサイズになってるだけで、実質的なサイドポッドの開口面積、空気を取り込む部分っていうのは非常に内側に寄ってる形になってますね。で、面白いのがミラーなんですけど、ミラーが実質的にサイドポッド側についていて、そこから前に伸びている形ですね。コックピットの方にもアームが伸びて2本で支持するような形になってますけど、こうやっていろんな形で整流効果を持たせてるんですね。去年のハースはかなりミラーが振動で動くようなこともあったので、こういう形であれば振動も軽減することができて、ドライバーの後方視界もそれなりに確保できるのかなという気がしますね。ポッドフィン自体は下の方にこう3枚の羽がついていて、
内側から外へ乱れた空気を吐き出すっていう、去年のハースの後半戦に入れてきたものの延長線上っていう感じですが、一番下の部分、フロアとつながってる部分は去年よりもさらに複雑な形状になっている感じがしますね。この前についているバージボードが今年は大きさが制限されて、ハースは去年とほぼ同じコンセプトのバージボードを踏襲してますけど、バージボードの効果がかなり制限されていることは間違いないので、このあたりもバージボードとポッドフィンを組み合わせてうまく気流を制御して、綺麗な空気だけをマシンの後方に取り込んで、乱れた空気は外に吐き出すっていうようなことを狙ってるみたいですね。フロアの端の部分、これはまあ今のトレンドですけど、いろんなスリットが入ってまして、これがまあ去年のフェラーリっぽい感じのかなり複雑なスリットになってますね。ただ面白いのが、基本的にこの車フェラーリっぽいんですが、というのはまあフェラーリと技術提携をしてますから、フェラーリのいろんなノウハウがこの車には入ってるわけですけど、ヘイローに関してはフェラーリではなくてメルセデス風のアプローチをしてるんですね。ヘイロー自体はチタン製なんですけど、その周りにカーボンのフェアリング、カバーがついてて、そのカバーの形をいろいろいじることで整流効果を持たせてるんですけど、去年のハースはヘイローの上にいろんな整流フィンをつけて複雑な処理をしてましたけど、今ここに発表されてる形に関して言うと、去年メルセデスがやっていたような、微妙なフォルムを持たせてますね。ヘイローの後ろ側の付け根の部分は排熱用のエアアウトレットと一体化させる、これもメルセデスがやっていた手法ですね。サイドポッドに関しては先ほど言ったようにフェラーリ風で非常に横幅が狭いコンパクトな形になってますが、ちょっと気になるのはこのハースっていう文字が入ってる少し後ろ側、ここがこうぐにゃっと曲がってるんですね。これどういうことかというと、パワーユニットの周辺、ここが大きいのか、これだけ逃げなきゃいけないぐらいカウル全体を絞り込んでいるのか、この画像だけではちょっと判断しづらいんですけど、カスタマーチームがそこまで過激にカウルを絞り込むっていうのはなかなかやりづらいところがあるので、あまりに過激に絞り込んでしまうとパワーユニットの熱がうまく逃げないとか、そういう想定外のことが起きかねないので、それはワークスチームしかやっぱりやりづらいところなんですけど、これだけハースのカウルがぐにゃっと曲がってるっていうのは、カウルをかなり絞り込んでいるのか、もしくはフェラーリのパワーユニットの後ろ回りが結構今年のフェラーリ、型番はフェラーリ062というパワーユニットなんですけど、後ろ回りが結構大きくなってるのかなっていうのがちょっと感じられますね。ICE の後方にターボとかコンプレッサーとかついてるわけですけど、そのあたりのものなのか、もしくは何か補給類が大型化しているのか、いずれにしてもパワーユニットの後ろの方が少し大きくなっているのかもしれないですね。あともう一つ面白いのがリアサスペンションで、アッパーアームがかなり高くせり上がってますね。いわゆる V 字の形が非常に短いというか、アームそのものは実質的に短くて、で V 字の頂点の部分からアームが長く伸びることによってアップライトまで届いているっていう形ですね。このアームもフェアリングのような形になっていて、整流効果も持たせてますね。実は去年のハースってタイヤマネジメントには結構苦労していて、特にリアタイヤはあまりうまく持たせられていなかったので、こうやってサスペンション周りを変えることによってそのあたりを改善してこようっていうのが感じられますね。リアウィングに関してはこれが初お目見えの2019年型、ワイドで高さも実は高くなってますね。その代わり翼端板の一番上に入ってたスリットがなくなっています。ただしハースの場合は翼端板の中盤あたり、リアタイヤの後ろあたりについてるすだれ状のスリットがかなり本数が増えてますね。そして後方からの画像を見ると、一つ気づくのは中央部分にエンジンのテールパイプがついてるわけですけど、その上に2つの小さなパイプがついてますね。これはターボのウエストゲートって言って、ターボの排圧を外に出すような装置があるんですが、そこについてる排気管なんですね。これが今までフェラーリの場合はメインの排気管の下側に左右に分けて配置されてたんですが、
今年はこうやって上に2つ、それも縦に並べて配置してるということで、まあ、ハースがこういう風にやってるってことは、おそらくフェラーリのワークスもこういうレイアウトになってるんだと思われますね。フェラーリに関しては去年の後半戦あたりからアタックラップの時だけなんですけど、コーナーの立ち上がりで加速していく時にバシャーンっていうような非常に特殊な排気音を響かせてたんですけど、まあ、そのあたりウエストゲートの制御が、まあ、特殊なことをやってたわけで、もしかするとこのウエストゲートパイプもその辺と何か関連があるのかもしれないですね。といった感じで、まあハースだけじゃなくてフェラーリの方も少し伺えるようなこの画像でしたね。まあ、これはレンダリング画像といって、設計データから3次元化したコンピュータグラフィックの画像なので実写とはまた違うんですけど、まあ、ハースの場合は結構本番仕様の本物の車のデータをこういう風に出してくることが多いかなという風に感じたりはします。逆にルノーなんかはレンダリング画像を出しても全然実際に走る車とは違うパーツをわざとつけてたりとか、まあ、当然設計上のデータがあればボタン一つでバシッと変えられますからね。そういったこともあるんですけど、まあ、今回発表されたハースの画像に関しては、まあ、カラーリングだけなのかなと思っていたら、実際にこの新車の VF19 の画像がかなり出てきてるんで、2019年型マシンの初お目見えと言っていいんじゃないでしょうかね。まあ、特に奇抜なところは見当たらず、去年型の正常進化型っていう感じがしますね。空力的には2019年のレギュレーションに合わせつつ、基本的なコンセプトはこれまでの車を踏襲してその延長線上にあるっていうような形ですね。ハースの場合は去年の車が非常にうまくいっていたので、まあ、当然の手法かなっていう気はしますね。まあ、そういう意味では大きく外すこともないだろうし、今年もハースはいいところ行くんだろうなっていう感じはしますね。まあこの真っ黒に金の文字っていうのが、まあ、コース上で見た時にどういう風に見えるのかなっていうのもちょっと気になりますけどね。意外と金の面積が少ないので、以前のようないわゆる GPS ロータスみたいな、ああいう見え方をするのかしないのか、ただの真っ黒な車に見えないかっていうのはちょっと気になりますけどね。今までのハースで言うと全体がグレーの中で、意外とノーズのエッジに描かれた赤色っていうのが目立ってたんで、真正面から見た時には結構金色の車っていう風に見えるかもしれないですけど、横から見た時にあまり金色のイメージがないかな、ただの真っ黒な車に見えるんじゃないかなっていうのはちょっと気になりますね。はい、まあそんな感じでハースの新車VF19 の解説は終わりにしたいと思います。気に入ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。